見てください。ここが1階のフロントになります。ここにはですね、うちのお土産、ネギ香るホタテ麺、おいしい担々麺、しじみ付きのおそば、それにニンニク醤油に干し貝柱の XO 醤、秋田のプレミア豆板醤、ここしのはシューマイ、手作りワンタン、チャーシューなどなどたくさんです。こんにちは、脇谷雄二です。脇谷雄二のゆうじチャンネル、今日も楽しく、皆さん時短簡単おいしいまかない焼きそばご紹介します。今日はですね、卵と麺があればできてしまう、ただ今キノコが美味しい時期なんで、キノコちょっと入れてみたいと思います。なかったら入れなくてもいいです。見てください。はい、卵が4個、そば玉が1個、キノコどんなもんでもいいです。これらを使って美味しい卵焼きそばご紹介します。こんな風にですね、舞茸は手で、なかったら椎茸でも何でもいいです。こんな風に舞茸を手でちぎる、こんな感じです。そば玉1個です。そうしましたら、沸騰しているお湯の中に麺が入ります。こんな感じです。それでわーっとボイルをすること。今日の麺は細麺で120から130グラムだと思います。それを約1分間ボイルする、それで我々は焼きそばっていうのを作るんですね。蒸して作る焼きそばと、またボイルをしてですね、このようにですね、ボイルをしたものをやる焼きそばの作り方2つあります。今日はこのまんまボイルをした焼きそばにしていきたいと思います。はい、1分経ちました。1分経ったらこのまんまです。こんな風にして、こんな風にして、本来はこれをボイルした後に水洗いするんですけど、今日は1個なんでね、この香り豊かなごま油をふわっとかけて、それでザルの中でこんな風にしておきます。こういうイメージです。そうするとこの麺がまだ硬い感じ、ここで焼いていくわけです。太白ごま油を大さじ1強入れます。そうしましたら、この麺をですね、ここにこんな感じで焼き上げます。ボイルすること1分、それでごま油を、この美味しいごま油を入れて、両面ファンですね、皆さんご存知の、これで最初は触らずに静かにしておく。この音を聞いてシャーって言ってますね。そしたらひっくり返して、さっ、ほら、こういう感じです。いやー、今はですね、このごま油の香りがふわーって漂ってきてですね、それでまた反対側も焼く。そうすると表と両方焼いて、両面の黄色、両面ファンですね、こんな風にするわけですよね。このほら、もう音が鳴ってるってことはもういい感じです。そしたら余分な油を一度こうやって切る、こんな感じです。そこで皆さん、今日はこのキノコなかったらなくてもいいです。このまんまゆっくりと水分を出すようにして置いといてください。その間に卵です。卵に塩1/2、胡椒少々、それで卵4個をよくかき混ぜる、こんな風にして、これで準備万端です。そうしましたら、先ほどのこの焼きそばを見てください。キノコを焼いてる間に、焼きそばはこうやって箸でほぐして、この焼けてあるところと中がふんわりしてるところ、こういう風にして混ぜておくんですね。そうすると、この香ばしく焼けてあるところと中の柔らかいところが一緒になる、これが美味しい秘訣になるんです。そうしている間にキノコが汗をかいてきました。
こんな風にですよ、キノコが少しずつ汗をかいてきて、今すごいいい香りです。今日はね、すごいシンプルなんですよね。入る調味料が実はオイスターソースとお酒と水だけでいいんです。もうそれだけでいっちゃいます。いいですか皆さん。まずお酒いきます。大さじ約1杯強、オイスターソース1杯2杯、そこにお水1杯2杯、こんだけです。そうしましたらこれを炒めて炒めて、ほらこのキノコの風味が立ってきたところに焼きそばが入ります。それでこれを混ぜていくわけです。もうこれだけでも美味しいですよね。こんな感じでですよ、そこでお水をちょっとだけね、こう最後にね、ふわーっとかけてなじませます。いい感じです。そうしたらここに美味しいごま油、香り豊かなごま油をかけて、いっぱいかけたら、本来はこれでホーユーそうめんとオイスターソースそうめんの完成なんですが、あとはこの太白を大さじ2杯、こんな風になじませて、先ほどの卵4個です、これをジュワッと入れます。こんな感じです。そうしましたら混ぜて混ぜて混ぜて、こんな風に混ぜていきます。ほら見てください、こういう感じです。こんな風に混ぜて、スクランブルエッグの柔らかい感じになったところで、先ほどの焼きそばをこんな風に入れます。こんな感じです。いい感じです。そうしましたらあとは火をちょっとだけつけて、卵焼きそば子供も喜ぶ。はい、これであとはこんな感じで、これをふわっ、ほらこういう感じです。ほら見てください、こんな風にしたらですよ、あとはラップをかけて形を整える。ほらこんな感じです。これで見てください、おいしそうにこんがりとできたオムレットならぬ卵焼きそば完成です。皆さん、卵焼きそば、卵4個こういうふうにやるとなんかすごいリッチな感じになりません？いきますよ、こうやって、ほら、うわこんな感じです。いや嬉しいですね、こんな感じで。これはね、まあ焼きそばなんでこんなナイフフォーク使わなくていいんだけどね、写真撮りなんで僕は使いましたけどね、見てください、この焼きそば、ふわふわの卵と、いただきます。うん、おいしい。この卵と焼きそば、相性抜群です。今年のおすすめ3本の弓に入ります。ぜひお試しください。